タディーズネスト from now。Thank you.
曲でもこの練習から始めるといいと思います。ジャズの中級に行く一つのきっかけになると思います。ダイアトニックからの脱却、なんとなくシャープが1個でずっと吹いているソロの例なんですね。これでかなりの曲が吹けるようになると思います。正確に的確に吹くという第一段階のそのハードルをぜひ超えてほしいんですね。これはあの初心者脱却の本当に大きなあの柱になります。吹奏楽やってたんでアドリブできません、あ、吹奏楽やってたんだったら譜面は読めますよね。要するに芸術性をより高める方に、気を配れるということですね。これが難しいところです。ここでですね、曲のアナライズ、楽曲分析という作業が必要になってくるんですね。同じコードネームでも曲とかキーによって使うスケールが変わってくる可能性があるというのは非常に高度な働きを阻害するということです。